今日は選択議連マニフェスト分科会の第1回目の会合を開かせていただきました。与党野党両党の枠を超えて活発な議論が開かれたと思っております。今日プレゼンテーションをしていただきました政策学院大学の教授の飯尾先生に今日の感想を聞かせていただきたいと思います。飯尾先生、今日のお話を聞いていてどういうことを思われましたでしょうか。そうですね、石原先生のお力でも大勢の国会議員の方集まられてですね、私がプレゼンテーションさせていただいたんですが、ご質問の質が非常に高くてですね、やはり日本でもですね、マニフェストというのはこれからもう少し進化するというのは兆しが見えたな思うわけですね。やはり課題としては政治家と有権者のやはり双方向的なコミュニケーション、非常にマニフェストの質の向上には重要だと思いますので、そういう点ではこの会が発展することを期待しております。ありがとうございました。また飯尾先生には専門家の立場から、その今先生がおっしゃられたように双方向でどのように国民の皆さん方にこのマニフェストというものの位置づけを認識していただくかなということでご指導いただきたいと思っています。どうも今日はありがとうございました。